一種類の酒でも温度と酒器によっても変わるし、そういう楽しみ方ができるのは日本酒特有だと思います。飲み比べとかしてもらうと分かると思うんですけど、もう酒器の材質によってお酒の味は変わりますね。ぬる燗とか熱燗のような時はちょっとぽってりとした飲み口の陶器だったりがいいかなと思いますし、冷たくして飲むお酒の時はガラスとか、あとこう飲み口がやっぱ薄めのものが口当たりがやっぱり合うかなと思いますね。最近器によって結構味が違うなっていうのが思いますね。あのワイングラスとかに入れたりとか。ワイングラスでお飲みになるかと思います。自然に飲みながら香りが楽しめるので、香り楽しみたいなっていうお酒の時にはとてもいい酒器だと思います。酒器によって味自体も変わるっていうのは日本酒ならではじゃないかなと思うし、温度を変えてこういただくアルコールっていうのも日本酒ならではと思います。吟醸、繊細なお酒は最初やっぱりこう冷たくして冷やからいただいた方がいいかなと思いますし、純米とか本造醸とか割と力強いお酒は温めるとより美味しくなると思います。日本酒というもの の最大の特徴というのはやっぱ食中酒なんですよね。食と一緒に飲むっていうのが日本酒の一番の最大の特徴でございますので、特に今牡蠣ですね、牡蠣がとっても日本酒に合うっていうふうに言われていて、ワインと魚介類の食べ合わせっていうのは結構生臭くなる。日本酒 と魚介類の食べ合わせではそういうことがない。特に牡蠣っていうのは人によってはちょっと生臭かったりしてちょっと食べにくい時があると思うんですけれど、それを日本酒が一番牡蠣のそういう風味を全部包み込んでストンとお腹の中に入れてくれる。魚に限らず洋食っぽいのにもお酒って合ってるみたいですよね。この甘辛くて香ばしい焼き鳥とちょっと燗にすることで純米酒が少しキリッとするんですが、このちょっと強くなった燗のお酒と焼き鳥とっても合います。この吟醸酒の上品な香りとお蕎麦のいい香りがとっても合います。喉越しがどちらもいいのですごく良い相性だと思います。あちこち旅行された方がおっしゃってたんですけど、日本酒っていうのは世界の中でもすごく美味しいそのアルコールの飲み物に入ってますよっていうことを聞いたことあります。
ますね。美味しそうだね。単純に美味しいっていうか飲みやすい感じがしますね。僕は常温で、意外とあのチーズとかと一緒に飲むと美味しいなって。もうそれだけでも飲みますし、もういろんな料理に合うと思うので、よく晩酌でも飲んでます。新潟って言ったら日本酒なんで、そこはやっぱりなんか新潟として飲みたいなみたいな。とてもデイリーな毎日お家で飲むお酒がすごく質が高くて、美味しくいただけるお酒が多いなと思いますね。